ポチッとな。誰？ここは体育館だね。入学式？卒業式？結構かそってる。雲だ。なんか歩く音聞こえんだけど、なんなんだ。聞こえるよね。ね。聞こえるよね。近い近い近い。なんだこの音は。誰かいるよね。しかも移動速度がさっきよりだいぶ速い。来た来た。なんだなんだ。あ、気持ち悪っ。あー、やだ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 。で、あれに追いかけられるのやだ。なるほどね。3回もいけるのか、一気に。いや、余裕がなくなってきた。あとだいぶ暗くなったな。懐中電灯がないとやばそう。花子さんいないの？もうなんか会ってから対処した方が早いな。この叫ばれたら懐中電灯だ。そうなると電池が欲しい。お化け。特に関係なさそう。あら、かわいい。なんか来てるっぽいな。で、ここはなんか上に行けるけど、屋上？あ、やっぱ行き止まりか。これが一番困るんだよ。そこそこ近いのかな。いや、行けるとこ多いな。あと先が全然見えない。放送室がこの階、3階。図書室が3階。下の階にいそうだな、この感じ。あ、なんか、関係なさそう。これで一周か。特になんもなかったかな。この鍵は食堂。食堂見てないな。というか、小学校、中学校に食堂ってあるのかな。ここはいいとこなのかな。どうやら2階を徘徊してるっぽいんだよね。早くどっか行ってくれ。びっくりした。何出ろって？どこ？これか。多分これ驚き要素なだけで敵は来ないんだな。でも敵の位置がだいたい分かってたら。光で対処すればいいだけ。なんか今嫌なものが見えたけど何なんだ。なんかマネキンかなんかが当選簿みたいなのしてたけど、これはまた猫。猫派ですか？なんかあるかな。もうね、怖がってたら進まないわ。誰かいる？誰だよ。顔見せろ。そういう走り方はしねえだろ。ん？あ。なんだ？あ。ドアに、なるほどね。フォントが書いてある。近いな。こ他は何もなさそう。トイレでさ、怖い目にあったのにさ、トイレに隠れることできる？なかなかや。踊り場？クモの巣。ああ、燃やせってことかな、多分。踊り場広いのに何もない。後ろっぽいね。なんとなくいるのはわかるんだけど。理科室行ってみようか。とりあえず。あ、これ1階とかにいいのかな、さすがに。いやー、恐ろしいね。理科室どこだっけ？あ、いた。近くね？上かな？暗っ。理科室なんかございますか？これは？支援者の方がいろんなとこにいますわ。あれマジで何もない。そんなわけ。コバ。小判しかない感じこれ。シンクが詰まってる。絶対に手を入れたくない。手を入れろ、これだけでも。スプレーだね。何のスプレーだ。あれぐらい取れ。意外と多いよね。手を入れたくないっていう。正直5番よりそろそろ、ね、電池が欲しいなぁと思うけど。あともう一個何だった？そう、食堂だ。食堂どこだ？でもなんか見た感じ多分2回しか来ないんじゃないかなぁ。とか言って3回とか1回に来たら怖いんだけど。僕はなんかある。気になったのはここだよね。呪われたマネキン。近い気がするな。どっちだ？あ、いたいた。今ちらっと見えたね。来てる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 。回復ね、こいつ。どうしようかな。なんか拾った。第1回だね。3の1じゃない、5の1で拾ったのか。連打しちゃったよ。近い。ちなみにアイテム名は上履き。やだなぁ。あそこに届けに行くのやだなぁ。絶対なんか起きるやつじゃん。追跡者増えそう。大丈夫かな。さて皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。どうも。なんか錬金されたけど。もうね、SE が怖いもんね。効果音が。べちゃって。なんとか進展がありそうでよかった。うん。鍵ってさ、こんな自転車の鍵みたいな形してないよね。左行け、左。来た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 。飛ばするか。一回逃げるか。あいつ視力いいな。それかあれかな。光で見えてるのかな。さて、オープン。暗。なんかある。ん？からくり神父っていうのか。これからも幸せな人生が送れると思ってきた。それなのに、嫁入り前日に捨てられた。お前より守りたい人ができた。そう言った。私よりも何もできなさそうな女。あんな何も努力をしたことがないような女がいいなんて。ありえない。許せない。こんな恥をかかせるなんて初めて。醜い心が私を支配する。体もだんだん醜い心に染まっていく。綺麗ね。心が、なんていうのかな。荒んでしまった私にそんな言葉を、見えない言葉をかけてくれるなんて誰？花子ちゃん、あなたこそ相変わらず可愛いわ。小学生の時、私たちはトップ2と言われていた。小学生でトップ2って言われてんの？それちょっとバカにされてない？大丈夫？ねえ、遊ばない？その言葉に心を踊った。はい。まあ、図書館だね。文学。まあまあ。なんかありやす？広いね。あ、はいはい。あ、なんかある？そういうわけでは。ここも入れない。マスターキー。誰持ってきたの？ちょっといたずらしないでよ。ラバーカップ。これは、さっきの、1階か、理科室まで行けってことかな。懐中電灯を当てなければ、いけるか。多分なんか光に寄ってるような感じもしなくもないんだよね。ラバーカップ。みんなこれラバーカップってなんて呼んでるんだろう。すっぽんって呼んだりしない？こっちか。足音こんな聞こえてきたらね、学校すんげえうるさいだろうな。絶対こんなスプレーでなんとかなるわけねえだろう。なんとかなるのか？多分クモの巣のとこに使うんだろうな。いやー、科学の力ってすげえってなるのかな。さて、なんとかしてみせようじゃないか。これ気になる。消えた。ここは体育館だね。ん？電球がないみたい。広い。あと、蜘蛛の巣まみれ。あと、絶対ボス戦。はあ、さあ、心してかかれ。暗いんだよ。体育館裏ね。第63回入学式。やっぱ結構長いんだ。60年やってる学校ってクソ古くね。卒業証書、受賞。卒業生少なくね？2クラスぐらいじゃない？いや、行けるの嫌だな。もうちょっと周り探索してからでしょうか。2階をちらっと見てこようかな。さあ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 、いざ慎重に。勝負。あ、自分かあれ。鏡がある。あれ、上の煙って、これなんだ。あー、なんか来るよー。体育館の鍵。なんだやべえのいるー。何をしたらいいんだ、これ。見つかったらやばそうだね。あ、電球ゲット。なるほどね。光を当ててけってことかな、これは。見つからないように。コンピューター室の鍵。悪いっていう人いるでしょこれ。来てる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 。あ、痛い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 。集めて来いっていう話かな、これは。あ、貫通してくんじゃんそれ。体力は 45%。使えないからコンピューター室行ってみるかっていう話かな。分からんぞ。1階にまだあったかな、それか下の座ってる場所にまだなんかあんの。あるにしてもさ、探せる要素なくない？ What the fool? 英語なんだ。そうだね、電気あと2つどっかにあるんだろうな。え、そこにいたんだ。ああ、反対側入れるかね。一旦回ろうか。なんとかなってる。まあ体力がこれ以上減らなければなんとかいけるんだけど、はしごが何に使うのか。あ、鍵がなくなったね。ってことはもうあの辺には何もないかもしれない。見つからないかな。見つからないね。なんで待ってこんなとこに壁ってなんだ、壁かけてあるんだろうね。2階まで持ってくるのきつくない？とりあえず帰れなくなってるコンピューター室はやっぱ後か。よし。このさ、人も気になるっちゃ気になる。あ、来た。あー、いるし。危ね。下へ行ったりするのがあれでできるのかな。まあ、何も拾ってないしね。あ、見えてる。なんか見えてます俺。これで逆に下にも行けるのかな。ねえ、なんだろうな、これを当てて落とさせるっても貫通したよな。関係ないもんな。あっ、もちろんなるほどな。懐中電灯足りるかな、電池。間違ってたらあれか、電池落ちてくるとかな。ちょっと届きにくい場所とかに何か入ってたりするんじゃないの？多分。よし、一回見てこようか。何が入ってんのかな、楽しみだ。くす玉みたいな感じ。いけるね。何も入ってね。電池入ってるね。電池入ってるね。電球入ってるね。よっしゃー。あと予想通りだったね。一番めんどくさそうな場所にあったね。さあ、全部落としちゃおうか。電池をちょっと欲しい。フルバッテリーの気持ちを味わいたい。欲張りはいけない。2階の雲がどっか行ったね。全部落とそう。え、なんでお前いんの？痛いし。何やってんだあいつ。それはずるい。あいつどこ行った？これ雲が増えただけじゃねえか、もしかして。助けろ的なイベントじゃなくて、雲が増えたイベントじゃないかな、もしかして。なんだよ助けに行ったのによ。どこだ？後ろか。バッテリーがやばいな。もうちょっとバッテリーがやばいので、さっさと行こうか。電池欲しくなった。電池、あと絆創膏が欲しいんですけど。よし。いくぜ。なし。ですか。取れない。なんか電球が落ちたフラグじゃなかったのか。よしじゃなかったー。痛い。体力があと 15% か。なんとかなるかな。そろそろしんどい。OK。たいしかよああ、そうそう、撃退できなくなったな。次雲と出くわしたらやばいので逃げる。動いてたら当たらないんで、結局さて、もう残りがないよ。体力も電池も目の前から来てる。あ、しんどいね。さて、雲はそこ。いけ。電池もある。バレたかこれ。バレてないね。よし。電球が今2つあるね。よし、これで勝ちじゃん。勝ったなか。大丈夫だよね。よしよしよし。なんとかなってる。こちら一回待つか。堅実なプレーが大事。死にそうだけどな、すでに。溶けろ。まだいるけど、とりあえずはいいのかな。あとこれ、もしかしてそういうわけじゃなかった。こいつらは消えないんだ。なるほどね。ください。なんかあれはあれってなんか光ってる？なんかあるかな？見に行ってみようか。さあ、今ので役立つもの落ちてくるよ。ああ、来てる。なかなかね、もう体力ねえから。あんま調子乗ってられない。これはまたろうそくだ。さっき落としたのこの辺だったよね。電池と電池だけかな。逃げよう。O sa lavar.誰かいないあれ。さっきの人かな。悲鳴は聞こえたけどさ、いた？どこ行ったの？彼女は。いたわ。来るな。どうも。いや、全然助けてなかったよ。私はなんてことをしてしまったの？あ、これ、自分のセリフかな？違うわ。ユメのセリフかな？だから罰が当たったんだ。来るな、これ。エリが大変なことになってる。私。実は1年生の時からずっとエリに嫉妬していたの？衝撃の事実が。いや、知らんが。エリは正義感が強くて、みんなに優しくて。正義感が強い子は夜の学校に侵入しないよう。コミュニケーションを取るのも上手だから、みんなに好かれてて。それに比べて私はコミュ障で、相手と壁作っちゃうし、そこはいいじゃん。まだ子供だって。エリのお飾りでしかない。あー、でも、そう思うのかな。エリは何も悪くないのに、なんか気に入れなくなって。だから花子さんを呼んだとき、思わずエリを思い浮かべちゃった。あのいじめっ子じゃなくて。なるほどね。いじめられてたから、いじめっ子のを呪うための花子さんだったのかな。最初は。ごめんなさい。全部私が悪いの。私なんてひどいことを。雲ちょっと静かにしてて。あー、これはフルでもう一回聞けんのね。なんかね、思うところはあるけど。とりあえず、お姉さんなんか燃えてないですか？焦げ臭くないですか？大丈夫ですか？虫って言ってるよ、虫。あとお姉さん若いね。あとそのさ、膝負けるポーズって男の人しかやんないイメージあんだけど、お姉さんやるんだね。あの虫を倒したのね。虫は、所詮、虫ね。怒られるぞ。誰かから。それ以上でも、それ以下でもない。そう思わない？若干狂気じみてるっていうか。さまようものはまだ周りにいるわ。他の来るのか？やだな。見つかったら、相手が近づく前に何とかしないといけないのを覚えておいて。近づいてくる前に何かしないといけないの？彼女が見える時だけあなたに危険が及ぶわ。はあ。何を拾ったかと言いますと、こちらですね。コンピュータ室の鍵。どこだっけ？この階だっけ？上だっけ？さて、ね。一回セーブしてこようか。あと俺の休憩をそろそろ入れさせて。3時間やってる。3時間ぶっ通しでやってるよ。私より先にどうやっていいよ、別になんとかするから。はい、というわけでちょっと休憩入りまーす。はい、ただいまー、5分休憩してきました。さあ行きましょうか。でコンピューター室ですね。でもね、電池がそろそろきつくはなっているんですよね。電池あったかな？結構フルで使っちゃってるんだよね。まあなんとかなるか。で、まだ行けてない場所が屋上と地下室。おそらくそこがメインになるってわけでもないな。まだ行ってない部屋めっちゃあるわ。ここだね。さあ。来たー。ここは？なんか持ってるよね。あれ多分。